お、雰囲気が変わった。もしかすると、ここはまるで水路みてえだな。おい、アドル、あそこだ。おい、兄弟。アドルさん、弱ってるけど無事みてえだな。下に下ろして。なんだ今のは。かつてリラ様が僕たち三将を封印した結界さ。もっとも今封印されているのは彼女自身だけどね。ラーグか。彼女を放っておいたらまた僕らが封印されちゃうからね。でも誤解はしないでくれ。僕は君たちの手伝いに来たんだ。どういうことだ。僕はずーっと探してきた。不死である僕の心は常に虚ろだ。だから僕はそれを満たそうとする。そして人の性に恋い焦がれ君たちに出会った。僕の好奇心の行き着く先、それは死に方だよ。不死の自分はどうすれば死ぬのか、どんな死に方をするべきなのか。主よ、何を隠そう、リラ様を封印したのは僕自身だ。彼女を解放したいならこの僕を倒す必要があるのさ。お前、まさかヨルズの時と同じことを。うん、それがどうやらこの物語における僕の役目らしい。僕を取り込めば主はまた一歩ロロの姿を取り戻せる。この姿は。母ちゃん、戦ってはダメ。リラ、どうして私を。整った。この佐賀を盛り上げるためにも手加減は一切なしで挑ませてもらおう。主よ、本気で来ないとみんな死んじゃうよ。さあお立ち合い。じゃあかわせるから。最終勝負は負けだ。
目やってくれたな。こんなの倒して止める以外。これで僕も君たちのサガの一部になれたかな。続きが見られないのは残念だけど、主と共に歩めるなら本望さ。危なかったかも。リラが。え、この人。闇が棚、三角海域もこうして見ると綺麗だな。ここまで来てくれましたね。いろいろと苦労をかけてしまって、なんとお礼を言ったらいいか。母ちゃん、体は大丈夫？アドルさんと力を合わせてなんとか抑え込んだようだけど。なんとか。それよりあんたには山ほど聞きたいことがあるんだけど。そうね、どこから話したらいいものかしら。そもそもあんたは人間なのか？どうして私のことを。私は昔からこのオベリア湾に住む精霊なの。精霊？そしてロロの妻であり、あなたの祖先とも言える存在。え？ええ、間違いありません。ちょっと待って、ロロと精霊のあんたが私の祖先だって。ええ、あなたにとってびっくりする話だと思うけど。じゃあロロとサンショウはどういう関係なんだ。順を追って話すわね。どうかアドルさんも聞いてください。今を遡ること140年ほど前の昔、とあるノーマン集落でロロは棟梁の息子として生まれ落ちました。
取り上げた乳母の耳を噛みちぎるほど気性の荒い赤子だったそうです。少年になった彼の行いは残虐で、ノーマンですら目に余るものでした。腹に据えかねた大人たちは成人前の彼を遠征へ連れ出しました。戦場におけるロロは大きな功績を残しましたが、あまりに苛烈で非情な戦いぶりは味方すら恐れて忌み嫌ったそうです。それはルーンストーンにもある程度記録が残っていたの。ええ、でも重要なのはここから先。やがてロロは棟梁の父親を死すると、北海で暴虐の限りを尽くします。そこで海王の玉座と呼ばれる秘宝の噂を聞きつけ、玉座を守る私の前に姿を現したのです。海王の玉座って、願いを叶えるっていう？はい、おとぎ話のように都合のいいものではありませんが、とにかくあの人は、ロロは玉座のある神殿へたった一人で乗り込んできました。男よ、お前は何を求める？全てだ。全てとは何だ？財宝、女、それに土地だな。それを求めているのはお前自身ではない。お前をここへ差し抜けたものだ。何？そこの水鏡を見てみるがいい。これは？何者かが空っぽの器にただ悪意だけを押し込めた。それがお前だ。お前は一体何者だ？初めて会った瞬間、私は彼の異常に気づきました。目の前に立っているのはまるで悪意そのもの。人間一人が抱えるにしてはあまりに大きい悪意でした。悪意？ええ、同時に私は彼の存在に違和感を感じたの。人としての自我がなく、あまりに純粋な悪意だったから。でも俺は一体？あなた、もしかして。そのやりとりで気づきました。ロロには自我がないのではない。小さいあまり悪意によって心の奥底に押し込められているのだと。そしてその悪意は何者かに植え付けられたものであること。え、誰がそんなことを？そこまではわからないの。その後ある出来事をきっかけに、ロロは自らの異常性を自覚します。長い旅から戻った彼を私は海王の玉座に座らせました。彼の願いはただ一つ、普通の人間として生きたい。玉座によって願いは成就し、
彼は自我を取り戻しました。でもその時彼に埋め込まれていた悪意が解き放たれてしまいました。オーズ、ラーグ、ヨルズ、その悪意こそが三将の正体なのです。解き放たれた直後は特に何も起きませんでした。ロロはそれまでの行いを悔いてこの地の王となり繁栄を築きます。ノルガルド公国だったか。ええ、国は栄えて平和な日々がしばらく続きました。私とロロは結ばれて子供を授かることもできました。ところがある日、姿を消していた悪意たちがグリーガーを引き連れて現れたのです。国全体を襲った大異変は彼らによって引き起こされました。ロロは何隻もの箱舟を用意して住人たちを避難させたのですが、その直後にこのオベリア湾から姿を消してしまいました。フルーメン海峡のルーンストーンに書かれていたの。彼が愛した地を守るため、私はここに悪意たちを封印しました。ところが数ヶ月前、力を取り戻した彼らによって逆に封印されてしまったのです。私は残された力で貝殻にマナを宿して海に流しました。その貝殻をアドルがカルナックで拾ったってわけか。カージャ、悪意を封印し続けながらもあなたの存在は感じていました。でもそのカセは一体マナによるものみたいだけど。そうだ、これについてあんたに聞きたかったんだ。でもその様子じゃ心当たりないみてえだな。ええ、残念ながら。それと気づいていると思うけど、三将の狙いはあなたの心に救い新たなロロとして権限すること。まずはそちらを何とかしないと。アドル、残る三将はオーズ一人ですが、まずは彼との戦闘を避けることです。カージャが彼を取り込んでしまえば間違いなくロロは復活します。ダメだ、オーズは絶対に倒す。それをどうして。忘れてねえよな、兄弟。オーズを倒さねえとお前が死んじまうんだぞ。どういうことですか。これは確かに強力な呪いです。すみません、私の力でも。でもそうなるといずれ二人のうちどちらかが二人とも私と一緒にエギル海底神殿へ行きませんか。海底神殿。ええ、かつて私が暮らした場所、そして海王の玉座があった地。玉座の力がまだ使えるようなら、あるいは。急にやる気だな、おい。海底神殿は三角海域のさらに西、海壁の海と呼ばれるラウルアン海にあります。待ってくれ。
ラウル・アンカイといえばオベリア湾で一番の難所だろう。ラーグもいなくなっちまったし、私たちにはもう船がない。その心配はないみたい。ほら、あそこをご覧なさい。あれは、あいつら、どうして？いや、それもそうだけど、もう私たちと行動する理由なんてないはずなのに。ここに至るまで、あなたたちは多くの苦難を乗り越えてきたわ。カージャは今回のことで身も心も大きく傷ついたことでしょう。さらに苦難は続くでしょうけど、胸を張りなさい、カージャ・バルタ。この旅であなたが手に入れたものも多いのだから。バルタ水軍の船が近くまで来ているだと？はい、先ほど確認しました。おそらくサンドラス号を捜索していると思われます。こりゃうかうかしてる場合じゃなさそうだな。町長、どうするんですかい？クルス君、船の修理はそろそろ終わるのかね？あと半日もあればひとまず出航できますけど。グレン、お前たちの気持ちはやはり変わらないのか？足りねえだ。バルタ水軍に投降するためなら俺たちはサンドラス号に乗らねえ。よく考えたまえ。わしらを思うからこそアドル君たちは出て行ったのだ。あのラーグが言った通り、我々に大したことなどできはせん。それよりカルナック復興のために。ごめん父さん、町長や父さんの言うことがわからないわけじゃないけど、僕たちはあの二人のおかげで成長してここまでやってきたんだ。ここで二人を手伝わないと私たちは一生後悔します。今の私たちはもう二人の足を引っ張るだけの存在じゃありません。バルタ水軍が投降した俺たちをどう扱うかなんてわからないでしょ。そのまま水軍に編入されてアドルたちと戦う可能性もあるしね。町長、なんと言おうとお前たちの意見は感情的なものに過ぎん。今までは救助のためにやむを得ずサンドラス号の活動を許可してきた。だが今のアドル君たちと行動することは到底許可できん。私はカルナックの町長で、住人たちの安全を守る責務がある。町長も立場が終わりなので許可が欲しいとは言いません。それでも私たちの友人を、いえ恩人を救うために、せめて見逃してもらえないでしょうか。今だけは仲間として、家族として味方でいてほしいんです。ミラメル君。ミラメ、危険すぎるわ。だが子供だけなんて。僕は一体どうすれば。選択。話のわからんバカどもめ。皆さん、聞いての通り、サンドラス号の乗組員は身勝手な未熟者たちだ。私はこれ以上彼らと共に行動することはできない。私はカルナック復興のためにもここに残り、バルタ水軍に救援を求める。おい、親父！バルタ水軍も
投稿した住人にひどい扱いはしないだろう。この私が責任を持って彼らとの交渉に当たらせてもらう。おお、町長、私めの意見もようやくご理解いただけましたか。お前たちにもう用はない。早々に船に乗って立ち去ってしまえ。サンドラス号がここにいたらバルタ水軍の攻撃を受けてしまう。なんだよレイフ、お前まで。行こうグレン、町長に言われた通りにしよう。僕たちはサンドラス号に乗らなきゃ。ローザちゃんも行きましょう。でもなんだよみんな急に。いいから。本当に出てきちまうなんて、お前たちどうかしてるぜ。クルス、バカグレンにそろそろ説明してあげたら。うん、グレンもさ、町長さんが相手となると途端にただのグレンになるよね。どういうことだよ。アホだのバカだのただだの好き勝手言いやがって。私もどういうことかわからないんだけど。町長の呼びかけで残念ながらサンドラス号を降りた人がいる。でも僕らに賛成して残ってくれた人も少なくないよね。おもうバルタ水軍は味方じゃない。孤立無援で状況は厳しくなる一方だ。そういう状況で船内に反対者が残っていたらどうなる。みんなが不安になって雰囲気が悪くなる。そうだね。特に戦場じゃそういうのはとても厄介だ。場合によっては船内で反乱が起きる可能性だってある。反乱って。少なくともみんなの士気が落ちて思う通りに行動ができなくなる。残念だけど僕の父さんはそういう傾向が強いと思うよ。それじゃあ町長さんは自ら先陣を切ることでそういう連中を船から下ろしたんだ。うん、私たちが行動しやすいようにって。人手が減って戦力は落ちるけど今はそれより重要なことでしょう。私たちも自分で道を切り開いてきたつもりだけど結局まだまだ助けてもらってるんだね。そんなこと分かってんだよ。え？親父の考えならなんとなくは分かってるぜ。でもよ、あんな島に残って親父たちだってうまくいくのかよ。ああ、なるほど、心配してるってことだね。そんなんじゃねえです。よかった、グレンも成長するんだね。ま、成長だけならミジンコだってするでしょ。俺が言えたことじゃないけど親子揃って難儀な性格だね。グレン君だけじゃないよ、私たちはみんな同じ。でもぶつかり合えるから分かることもたくさんあるよね。いらねえ。よし、どうやら話はまとまったようだな。道義さん、聞いてたんですか。ああ、とりあえず俺からも礼を言わせてくれ。アドルとカージャのためにありがとうよ。私もカージャ様のためにありがとうございます。おやおや、エゼル君まで。お礼を言いたいのは僕たちの方だよ。そうだな、ちげえね。
れでお前たちはここまで。